レオン大聖堂は、スペインカスティーリアイレオン州レオン県レオンにあるカトリック教会の大聖堂。重要文化財に指定されている。13世紀にその歴史は始まる。古典的なフランス語シック様式のより洗練された、様相を持つ。プルクラ・レオニンナ及びサンタマリアでレグラ、大聖堂としても知られる。サンティアゴでコンポステーラの巡礼ロ途上に位置する。 ブルゴス大聖堂に次ぐスペインゴシック様式の優れた例である。レオン大聖堂はグラスストーンに置き換えるため壁を最小限に減らし世界最大級のステンドグラスのコレクションを有するゴシック様式の脱物質化の終わりを導いた存在として知られている。ロマネスク様式時代の構造物も浴浪のアーチなど一部が残っている。最初。 大聖堂の位置には、ローマ軍団、第七軍団ゲミナの、現在の大聖堂よりも大規模な浴場があった。19世紀の大規模な大聖堂修復事業中に、遺構が発見されている。1997年には、南側ファサード沿いに、別の発掘作業が行われた。イベリア半島で、 キリスト教徒によるレコンキスタが行われていた時代、浴場は王宮に変えられていた。レオン王位につく数ヶ月前に、レオンを占領していたオルドーニョ二世は、サンエステバンでゴルマスの戦いで、アラブ人を破った。勝利に対する神への感謝の印として、最初の大聖堂建設のため王,の王宮が、捧げられた。司教古ミにお二世意識のもと、建物は、 神聖な場所に生まれ変わった。924年に、オルドーニョ2世が亡くなると、レオン大聖堂に埋葬された。大聖堂は、ベネディクト会派の聖職者たちによって維持されていた。このことは、レオン王国内のモサラベたち多く存在していたものと、似た構造であった。10世紀後半、都市を荒廃させ、教会を破壊したアルマンソルの通過を語らねばならない。 しかし大聖堂の損傷は少なく、999年にアルフォンソ五世の輝かしい体冠式が行われている。政治的混乱と党派に分かれた軍力による争いから、1067年の大聖堂は極端な窮状にあった。フェルナンド一世は聖石泥の聖遺物をレオンに移すと一転して大聖堂に行為を示した。フェルナンド一世は、 キリスト教王国の国土を広げて平和な時代をもたらし、この時代にロマネスク様式美術が花開いた。王はナバーラ王女テレサ・ウラカの助けを借りて、ローマのキリスト教の願いに応える第二の大聖堂建設に着手した。それは司教ペラーヨ二世が指揮した。この大聖堂の様式は本質的にレンガや石材が使われ、 後人には三つの半円のついた旧教会と同じく聖母マリアに捧げられたロマネスク様式だった。それは1073年11月10日、アルフォンソ6世の時代に剣道された。この大聖堂は12世紀まで存在した。最後のレオム王であるアルフォンソ9世が即位すると、社会は変革が起き、美術は新たな創造と発展を迎えることになる。 1205年頃、第三の大聖堂建設が始まった。しかし基礎工事の建設問題で工事は進まず、1255年まで、こ着したままだった。司教マルティン・フェルナンデスとアルフォンソ10世の講演の下で工事が再開された。大聖堂の主任建築家は、おそらく、フランス生まれのエンリケ親方で、かつて、ブルゴス大聖堂建設に関わっていた。 それは、彼が、イルド・フランスにおけるゴシック様式の形を知っていた、ことから明らかである。エンリケ親方が1277年に亡くなると、スペイン人、フアン・ペレスが公認となった。大聖堂が礼拝のために、すでに神徒に開かれていた1289年には、司教フェルナンデスも死んだ。大聖堂の基礎工事は終了し、1302年に、司教。 ゴンサロ・オソリオは忠実に大聖堂全体の門戸を開いた。しかし南側の塔が最終的に完成したのは15世紀だった。ブルゴス大聖堂の姉妹のようなレオン大聖堂はエンリケ親方が知っていたかもしれないランス大聖堂の構造に似ている。ほとんどのフランスの大聖堂のようにレオン大聖堂は 幾何学的なモジュールに沿った三角形の形が基礎となっており、すべては平方根の3に関連する。ありがとうございます。